今から約1年と2ヶ月前、私は人生初のハンコンとして GT4 プロを手に入れた。そしてそこから1週間練習し、とりあえずダートラでトップ100に入れるようになった。時は流れ、今現在、上位互換ハンコンである T300RS を手に入れた。そこで私は悪魔のような考えがよぎってしまったのだ。さすがに GT4 プロより速くなってるよな。というわけで、同じ条件で走ってみることにしたのだが、セッティングが同じかはわからんのだ。まあ1年前のプリセットから取ってきたし同じっしょ。そして先にお詫びしておきますが、この T300RS は知人が5年ほど使用したものですので、ブレーキペダルバネがいかれております。なので本動画ではクラッチをブレーキとして使っております。一応ウェブカメラのテストも含めているので、合わせてご視聴ください。それではどうぞ。5、4、3、2、1、ゴー。60ターン未確認、ヘアピンレフト52、ライトロングタイトゥーン、イントゥー2レフトオープン50、4レフト33ライト50キープライト、イントゥー2レフトロングタイトゥーン、レイト35ライト60、4ライトロングオーバーディップタイトゥーン、3オーバークレストイントゥー5レフトオーバークレストイントゥー4ライトエクストラロング30、4レフトロングイントゥーカット4ライトイントゥー3レフトロングオープンオーバークレスト70、5ライトロングタイトゥーン3ロングイントゥー2レフト30、5ライトイントゥー5レフトオーバークレストロングタイトゥーンイントゥーカット4ライトイントゥー4レフトロングオーバークレストイントゥーカット5ライト4レフト5ライトカットイントゥー5レフトイントゥー4ライトイントゥー6レフト6ライトイントゥー5レフトロングイントゥーカット6ライトイントゥー5レフトオーバークレスト36ライトエクストラロングオーバークレスト50タイト4レフトタイトゥーン30スロー6レフトオーバークレストイントゥースモールカット3ライト4レフトカット4ライト&3レフトロング30カット4ライトオーバーディップオープンオーバークレストイントゥー6レフト&スモールカット4ライト3レフトロングオープン6レフトイントゥー5ライトオープンイントゥー3レフトタイトゥーンイントゥー3ライトタイトゥーンイントゥー4レフトイントゥー4ライトロングオープンオーバークレストイントゥータドゥーン4レフトイントゥー5ライトイントゥーコーション2レフトロング32ライトロング32レフトロングタイトゥーン30、4ライトエクストラロングタイトゥーン3ロングタイトゥーンイントゥー5レフトロングタイトゥーンイントゥー3ライトタイトゥーンイントゥー5レフトロングタイトゥーンオープン6ロング4ライトイントゥー3レフトタイトゥーン80スロー4レフトイントゥー4ライトオープンオーバーブリッジタイトゥーン3アンド6ライト50、5レフトエクストラロングタイトゥーン4100キープレフトイントゥービッグカット5ライトオーバークレストイントゥーコーションキープレフトオーバークレスト3ライトタイトゥーン34レフトロングタイトゥーン2オープンイントゥー6レフトベリーロングオープンオーバークレストイントゥー2ライトロングオープンタイトゥーン1ライトイントゥー2レフト&クレスト1レフトオーバーフィニッシュイントゥー4ライトロングトゥーストップ。というわけで、なんとか1秒だけ縮めれましたが、普通にダートラ下手になってました。ラリーゲー得意とか世界ランカー名乗るのやめます。ちなみに順位は86位でちょっとだけ上がりました。というわけで以上、むつひさんの日記でした。